今宵こそ愛しき我が片割れが。私にもなんだかさっぱりわからん。不気味な卵じゃ。何か生き物のようじゃが、アイリン、気をつけるんじゃぞ。はい。あ、はあ、ダメ。戻ってきて。危ない。なぬ？なぜ？なぜ猿などに？なぜあんなちび猿に？いや、必ず奴は混沌の力に満ち溢れる。そしてその時こそ。
石猿だ、やたら生まれた石猿だ、こら出てけ、ああああ、やめてみんな、この子をいじめないで。どけアイリン、そいつは化け物だぞ、危ないぞ。この子は化け物なんかじゃないわ、この子は、あ、石猿さん、あやつだ、宮司会は辛いぜ、ほんとやってられない。して何だったのじゃ、あの光は。は、天帝様、ご心配には及びません。今までの資料と順風寺千里眼の報告を図りましたところ、あれは天地が作られる前からあったエネルギーの残りとの結果が出ました。うわ、で危険はないのか。もちろんでございます。小猿に触れた際、その気を受けただの猿になり果てました。ゆえに地上の断りが崩れることはないかと。そうか、だが油断は禁物じゃ。順風寺千里眼、しっかりと監視せ。あ、はい、心得ましてございます。あた頼むぞ。ああ、あ、石猿、おい、噂を聞いたんだが、岩から生まれたやつはどいつだ。石猿さん、俺は方々旅してきたが、岩から生まれたなんてやつは初めて聞いた。さぞすごいやつなんだろうな。俺はそいつにぜひ会いたい。会って勝負がしたい。どこにいる。何のつもりだ、チビ。石猿さん、危ないわ、逃げて。何だと、こいつが石猿。嘘つき、このチビが。おい、こんな、やる気か。わあ、やあやあ、逃げるな、小僧。カチカチ、この野郎、ちょっとまかと。やーい、カチー、そっちが、カチカチー、どこ行った、そっちが、やーい、カチー、こっちが、やーい、カチー、あのあなたって変わってるわ。俺？だって、何？あ、石猿さんだ。ん？ねえねえ、石猿さん、たっくんでー。ビー。騙された騙された。ダメよ、そんなこと教えちゃう。私はアイリン、長老様がつけてくれたの。いい名前でしょ。あ、アイリン。石猿さん、すごく強いのね。みんな驚いてたわよ。よく似合うわ。
さあ、どうじゃ、どうじゃ。さあ、誰が飛ぶ。頭が。誰かおらんのか。王になりたい者は今年もおらんのか。王？王ってなんだ。王様さ、仲間の中で一番偉いってこと。一番偉い。そうだ、けんどな、誰があんなことできる。あんなことって、誰が滝壺の底まで行けるかっての。いや、この崖から飛ぶことだってよ。お前できるのか。いや、石猿、石猿だ。ちょっと行ってくる。俺がやる。お前こそ我らの王じゃ。王様だ。石猿が我らの王だ。いいの？これオイラが食べても。もちろんですとも、あなたは我らの王でございます。それじゃ。猿の王になったのは良いが、いつまでも遊んでいてもらっては困る。一つ知恵を授けてやるか。you
シザルよ、お前はなぜ猿の王のままでいるのだ。そうだ、お前は今よりもっと強く偉くなれる。覚えておけ、そのことを。わっ、猿の王。こんなところにおられたのですか。皆が心配しておりましたぞ。ジー、ジー、俺はもっと強く偉くなりたい。はて、王はここで一番偉く、そして力も強い。なのになぜ。猿の王じゃダメだ。もっと何かすごいものになりたいんだ、俺は。はあ、やはり王は変わっておる。我らは猿ですゆえ、強くなりたい、偉くなりたいなどと考えたことはありません。自然のままに生き、自然のままに死ぬ定め。しかし王はもっと強く偉くなりたいと言われる。さすれば、ここより東、七つの山と七つの海を越えた果てに三聖堂という山があり、そこに仙人が住むと聞いております。仙人。さよう、その仙人に戦術を教えてもらいなすれば、お望みも叶うやもしれませぬ。仙人、仙人か。しかし王様。なんだ。ここには皆がおります。あなたを王と慕う仲間がおります。それをお忘れなきよう。あんたは人間？仙人か？ほう、人の言葉がわかるのかね。私はただの坊主だよ、仙人じゃない。坊主、そっか、仙人じゃないのか。今出て行くのは危険だ。馬が。私の旅仲間だったのだが、自然の力にはかなわなかったのだよ。私も。疲れたのか。
水でも飲みなよ。ほら。あ、あれ？お前にあげたのが最後だ。え？なんで最後の水を俺に？良いのだよ。私は水を飲んでももう進める。俺が連れてってやるよ。ありがとう。だがそこは遥かに遠い。一体どこへ行くのさ。天竺。天竺？わあ！いかにもわしは仙人の壺大注文ぜ。七猿よ、おめん何しに来た。俺、じいさん、俺頑張るから、何でもするから弟子にしてくれ、戦術教えてくれ、俺強く偉くなりたいんだ、頼む。猿の分際でやったのとな。猿が修行しても人間にはなれんがの。じゃが猿にものを教えるのも一挙か。まやってみろ。はあ、やったー、ありがとうじいさん。先生と呼ばんかこの猿め。はい先生じいさん。だが弟子なら名前をつけんとな。ん？まずは、せいじゃが。よ、そうじゃ。猿のるの漢字から獣を取ってと。あ、これだべ。さて、お次はなじゃが、弟子だずにつけた順で言えば、次につける名は。さらにこうして、孫悟空でどうだ。孫悟空？孫悟空。
師匠様しか乗れないんだ。お師匠様しか乗れない、なら乗ってやろうじゃ。私の子を勝手に乗り回すんでねえ。キントーン帰ってこい。そこ、なんだあれは。あれはな、東海龍王様から贈られた匂い金装甲という強い武器なのさ。武器？そうさ。けど相撲台様だって持てないくらい重いんだぜ。ならオイラがあれを使いこなせれば。すげえ、お師匠様よりうまいかも。さすが悟空。なる、水蓮堂に来る。俺、戦術はもう70にもできるし、筋トーンだってスイスイ飛ばせる。確かにおめえは弟子の中では一番上達が早い。しかしな、わしから見りゃまんだまんだ。まあと10年は我慢しろ。え、10年も？そうだ、戦術は1日にしてならずってな。焦っていってば本当に強くはなれんぞ。ただの猿でねえ、こんなところで収まってる玉でねえよ。しかしな、物事の良し悪しは自分で気づかねばどうしようもねえ。仲間が水蓮堂が
こら、てめえたち何を寝ている。これは眠り虫。さすが魔王。何？こんな術じゃダメか。地味で俺に勝てるとでも思うのか。甘く見るなよ、デカルス。ほだけ。キントン。地味だるね。みんなして待っておりましたぞ。ジン、イシザルさん、アイリン、俺はもうイシザルじゃない、孫悟空って言うんだ。孫悟空？そう、孫悟空だ。お前ら強くなったこの俺様が魔物なんかに負けないよう鍛えてやるぜ。おお、そうだ、孫悟空よ、もっともっと暴れさせてやるぞ。孫悟空は、この孫悟空と申す猿はかつて千里眼と順風寺が調べに行きました、あの石猿めにございます。で、その化け猿が何だというのだ。はい、この孫悟空め、その後仲間の猿たちに混成魔王から奪った武器を持たせ、自らを聖天大聖と名乗って勢力を広げつつあるのです。やがてはこの天上界にも迫る勢いかと。聖天大聖とはこの世で一番偉い人のこと。私より偉いな、困る。なんとかせんことには。私めに考えな。やつは力自慢の猿にて天上界に招き、その力を生かした仕事を与えてはと。おお、そうか、そうよの。はい、たかが猿一匹叩き潰してしまえば済むものを。そのような乱暴は。監視役として順風寺と千里眼をつけますよし。しっかりやらせるのじゃ。はははは。悟空、あなたはどうしてこんなことをするの？は、強くなるんだ。もっともっとな。そんなに強くなりたいの？
そうさ、はっ、は、強く、そして偉くなって天上界だって俺のものにするんだ。天上界？ああ、あなたは私たちの王様でしょ。もう十分強くて偉いわ。お、来たな。孫悟空殿、今日までの活躍は見事である。よって天上界へ招き役職を与えることとする。聖天大聖孫悟空様のおなーにー。そなたが悟空か。噂はいろいろ聞いておる。あんたが天帝さんか。こんにちは、よろしく頼むぜ。これ、頭を下げんか。うるさいな。で、その天帝さんよ、俺は一体ここで何をすればいいんだ。その件に関しては、どうし説明せ。はは。どうし？大聖殿、そなたにはヒッパオンという役を授けたい。ヒッパオン？はい、大切な役目ゆえ心して務められよう。ヒッパオンだな。よしよし。ご案内いたします。私めは順風寺。私はセディガンと申します。おう、ま、よろしくな。なあ、ヒッパオンっていうのは天帝より偉いんだろうな。それはもう大変なものでしてなあ。ささようでございますとも。本日のパーティーにはずらりとお偉い方がお揃いです。会場ではこの屠殺天狗の金帯やここの不老長寿の桃をお食べになられます。だが悟空は招かれてないの。こちらがあなた様の仕事場でございます。ひょえ、馬ばっかし。すげえ、この馬みんな俺のもんか。はあ、これで大丈夫かな。うわあ、これヒッパオン様のお通りだい。よし、このまま展開一周、展開見物だ。これって俺たちの責任になるんだろうな。陽気せ、ヒッパオンが楽しいぜ。キッキンス様、失礼します。やはりあの猿めは招かざるじゃ。なんだか恐ろしくなってきた。俺も。聖王母様、もうお会いになりました。今度のヒッパオン、聖天大聖孫悟空のことじゃね。天帝様もさぞ心強いでしょう。何せ72の術を使うとか。あの金相棒って伸び縮みが自在なんですって。いえいえ、金等に乗ればあなた10万8000里をひとっ飛び。すっごい。ちょっと狙い目かもね。私、力持ちとお金持ちって大好き。でもなぜそんな猿をヒッパオンなどにつかせるのかの。そういえば不思議ですわ。どんなに強くてもお猿はやっぱりお猿ですもの。ねえねえ、見た？チビ猿の羽のついた冠。見た見た、ダッサいな。おバカよね、ヒッパオンはただの馬場。
なのに天帝より偉いと思ってるみたい。天は二千頭のお世話をするのよ、馬番って。馬番？俺が馬の世話を？ああ、馬番悟空で十分偉いじゃないの。簡単に騙されてしまうところなど、自分は下等な猿だと言っておるようなものじゃ。ん？馬番悟空だ？ちびさま、下等な猿だと。もう勘弁なりません。天魔がパーティーに、モノが、そしてあの大切な千家の宝、あの金丹が悟空のせいでめちゃくちゃでございます。私ももう我慢できません。あんなちびざる一匹、うわりー、ほんでこれお前まで。あれ、神兵を呼べ、化け猿を取り押さえるのじゃ。天帝様、うん、すでにここに。おお、巨霊神か。我が軍勢があの石猿めを仕留めましょうぞ。あのですね、ぜひ我々にも名誉挽回のチャンスを。お前たちは地上に行っておれ。バウンの回避を怠ったバーツにゃ。悟空とやら、よーく聞け。天上界のルールを無視した数々の悪行、断じて許せん。天帝様の命により、この巨霊神が成敗してくれる。何よ、天帝のボケめ、ヒッパオなんてやってやられるかい。天帝様をよくも。突撃！すみません、この化け猿め。これはいかん、軍勢を中に戻せ。すぐさま門を開けるように。はあ、天帝様、私でも戦の準備を。もう行け行け、次郎神君。猿めのボールをしたぞ、奪い取れ。バーカ、こいつをモテるのは俺様だけさ。不甲斐ない。悟空が、うん、お前たちも早く天帝様のところへ加勢に行け。あっ、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 
やっと手に入った。止まれ！のけのけのけ！やった！ここはもう用済みだ。あれも貴様の仕業か。俺は知らねえや。とぼけるか、この罪なる。もうやめてやめた。怖い金だ。あーまよい貴様釈迦尼というものだ。お前さんに話があってきた。話だと？どうしてお前はそのように暴れるのだ？みんなで俺のことバカにしやがるからさ。どうやらお前は力が有り余っておるようだな。大きなお世話だ。ならばどうだ、お前を天帝より上の位にしてあげよう。ただし、この手のひらから逃れることができたらだが。そんなことか。なら見せてやるぜ、俺の力とスピード。キンタン、来い。やーへへへだ、どんなもんだ。これが世界の果ての柱だな。それ聖天大聖だ。これでどうだ。さあ、悟空よ。お前なんでここに。お前が世界の果てだと思ったものを見るがよい。なんだと。お前が印をつけた柱は私の指だ。お前は私の手のひらから一歩も出ていないのだ。叫んだなら、もう一度勝負だ。光は混沌の。お前の力はそんなものか。無様だな、聖天大聖。てめえ、どうし。出せ、ここから出せ。それは無理な相談だな。あの札は俺には剥がせぬ。くそ。
だがお前には感謝せねばなるまい。感謝？ああ、おかげで天界のもろさがよくわかった。やれる。そして全ては俺にひざまずくのだ。お前、天上界のやつじゃ。同志は天上界のやつらを騙す仮の姿。俺の名は崑崙仙人。崑崙仙人？悟空、今回の屈辱を忘れるな。やがて時は来る。また会おうぞ。しくしょう。ください、悟空をここから出してあげて。お願いです。私、一つだけ聞きたいことがあるの。睡蓮堂であなたは一体どんな夢を見たの？あれからよ、変わってしまったのは。何があなたをそうさせたのかしら、聞かせて。あの時、俺は夢でこう言われたんだ。お前にはもっとすごい力がある。その力を身につけたら誰にも負けないと。もともと俺は加賀山の岩から生まれた化け猿だものな。いいえ、悟空、あなたは私たちの石猿さんよ。これからもずっと。アイリン、次にあなたが目覚めるとき、私はもういない。でも忘れないで、仲間たちのこと、そして私のことも。あれが五行山。三蔵よ、五行山に閉じ込められている孫悟空をお前の弟子となさい。はい。ただし、大変な乱暴者です。え、そこで私の弟子が。お前が孫悟空ですか？坊主の説教なんかいらねえぞ。あんた、一体誰なんだ？私は三蔵法師という旅の僧です。お前を私の弟子にするためにここへ来たのです。弟子に？ええ、弟子になり天竺まで友をするなら、ここより出してあげましょう。ここから出れるのか？本当か？坊さんが？お前が約束するならです。わかった。弟子になる、友をする、坊さんの命令ならかっぱらいでも何でもする。だから、だから、俺をここから出してくれ、出してくれ、俺を出してくれ。南無観音菩薩様、もしこの者としての縁ならば、西口を示したまえ。おお、封印は解けたようですね。解け！下がってろ！
坊さん。え、一体何を。早く下がれ。はい。なのですか。俺も仙人のところで修行したからな。こんなの軽い。お、なんだいそりゃ。あ、これはお前のものです。へえ。それは弟子になる者に与えよといただいたものなのです。へへ、こいつはいいや。よし、旅に出る前にちょっくら一仕事してくるか。一仕事。ああ、展開まで行ってこっち見てやるのさ。お釈迦のやつを。なんですと。ま待ちなさい。僕すぐ戻るぜ。ああ、なんということ。三蔵よ、悟空が言うことを聞かぬ時は。は、待ってろよお釈迦。ほんまに。私も知らなかったのです。呪文を唱えるとあのようなことになるとは。何ですか悟空。天竺に着いたら外してくれよなこいつ。わかりました。その代わりお前も友をお願いしますよ。わかったよ、わかったわかった。お供いたしますよ。いよいよだ、いよいよ。ん？猿が山から出ただと？よし、ならば。何？坊主？坊主と一緒だと？釈迦め、どこまで邪魔をする。奴はまだ使える。ならば。坊さん、あんたなんで天竺なんかに行くんだい。それは天竺にある経典をいただくためなのです。経典。それは何なんだよ。その経典にある教えを人々に伝えれば皆が幸せになれると言われているのです。へっ、そんな都合のいいもんあるのか。なら俺も幸せにしてもらうかな。へへ。私たち僧侶は生けるものすべてを救うことが務めなのです。それは悟空、お前に対しても変わらないのですよ。お前も同じこの世に生きる仲間なのですから。けっ、坊主ってな変なやつだな。流砂川、幅800里ですか。こりゃとても歩いてなんかじゃ無理だぜ。湯佐川の三五条様だ。
俺のことさ。えい、キンタン。悟空。悟空。待て。この馬とロボめ。バカってってって孫悟空。何？そうか、どっかで聞いた声だと思っていたが、ヒッパオン様とはな。ヒッパオン殿、今日は友達のめでたい日でね。悪いな、遊んでられねえんだ。逃がった。うわあ。暴れよう。悟空。くそ、妖怪は逃がしちまったぜ。そうですか、仕方ありません。途中あった村まで戻るとしましょう。お頼申します。一晩お宿を。これはお坊様。ささ、お入りください。はい。実はお願いがありまして。私にできることであれば。それが妖怪と結婚。はい、猪八戒という妖怪が娘の水蘭を見初めて今夜嫁にもらいに来ると。なんと。それはお気の毒な。しかし私はまだ修行中の身でして、一体何をしてあげられるものか。なんとか力をお貸しください。私にできることは。それよか、腹減った。ん？その妖怪さえ来なくなれば十分なおもてなしもできるのですが。本当だな。は？よっしゃ坊さん、やろうぜ。悟空、そのスケベ妖怪をやっつけちまえばいいんだろ。その代わり飯頼むぜ。悟空、あまり無茶はいけませんよ。分かってるよ。スイラン。今宵は二人だけの結婚式だよ。ボヘボヘ。何？え、あ、ここ？スイラーン？ん？け？ん？これ、どうするの？スイラーン、え、何？ダメ、君にはお酒はまだ早い。ダメだったら。ダメ、絶対ダメ。いらん、何も泣かなくても。べ、ごめんよ、お酒はもう少し大人になってからね。その代わり、誰が、何が、やい、てめえ、それでも妖怪かい。女のケツばっかり追い回しやがって。え、なに、僕のスイラン。なにが僕のスイランだ。相手になってやるぜ、ジョハッカイ。なんだんだ。どっからでもかかってこい。ヒッパオ。なんだの。待ちやがれ。僕、なんでお前がここに。逃げた。
いい匂いだな、うん、出てこいよ、せっかくの鍋が煮えちゃうぜ。もったいないな、食えなくなっちまうぜ。いたな、悟空覚悟。さすがの聖天大聖も二人がかりの実にはかなうまい。悟空、お前なんぞに邪魔されてたまるか。俺たちは三蔵様と天竺だ。何？三蔵様と天竺だ？そうよ、メイドの土産に聞かせてやろう。俺たちは天上界の十封寺と千里眼さ。え？お前のおかげで地上に落ち、魔物として暮らす羽目になった俺たちは菩薩様にこう言われたのさ。三蔵法師という坊さんの友を捨て天竺まで行きなさい。それをやり遂げたなら天界へ戻してやりましょうと。それ以来ここで待っているのさ、その三蔵様をな。何がおかしい。バカだこ。三蔵法師はな、俺の師匠だ。俺は坊さんの友をして天竺へ行く旅をしてるんだよ。そんな。わかったか。待ってくれ、今の話が本当なら。あんたは俺たちの兄貴だ。え、兄貴だ？ははーん、ダメだダメだ。お前ら一緒についてこようと思ってるだろ。だいたい俺は天界のやつは大嫌いなんだ。ああ、兄貴、そんな、そこをなんとか役に立ちますから。肩こってないですか？飲み取りましょうか。何でも言ってください。うるせえな、コッパ役人が。お願いします、俺たちも三蔵様のお供にきっとお役に立ちますから。兄貴、兄貴、はい。あ、いや、その、大丈夫でしょうか、お弟子様。大丈夫、大丈夫ですとも。ま、悟空？悟空？悟空なのですか？坊さん、腹減った。開けてくれ。悟空。お坊様！悟空に伝えろ、三蔵を返してほしくは崑崙の城まで来いとな。坊さんが？はあ、それはもうあっという間の出来事で。おもし！キンタン！兄貴、どこ行くんだ？なあ、師匠に会わせてくれよ。それどこじゃねえ、その師匠がさらわれたんだ。坊さんがさらわれた？なんだって？崑崙だと？あの野郎、何するつもりだ。ねえ、急げ、八戒。待ってくれ、兄貴。あれか。
今夜こそ我が計画が完成する。恐ろしいこと、あなたの行いは天地の断りに背いています。人間ごときに混沌の飛躍は理解できまい。俺は全ての生命を魔性のものに転生させる究極の薬なのだ。これを用いて俺そのものが天地の断りとなる。何なりとご命令を、ご主人様。そろそろ猿目が来る頃だ。見張れ。かしこまりました。おお、思いのほか早かったな。どうり来たな。おっと、そっちじゃない、こっちだ、こっち。そうだ、そのまままっすぐだ。よしよかろう、落とせ。いっけ。ああああああ、バック、やめろ。来たか、悟空。悟空、観覧てめえ、金太。僕だ。少しでも術や金相棒を使ってみる。坊主のロープはこうだ。くそ、どうしろってんだ、コロン。上がってこい、聞かせてやろう。ゆっくりとな。しかし情けないものだな。天界で大暴れした青天大聖ともあろうものがつくづくと落ちぶれたものよ。そのような坊主のしもべとなり天竺へ向かうだと。悟空、お前は忘れてしまったのか、500年前あの時の釈迦への恨みを。うるせえ、てめえには関係ねえだろ。いや、あるのだ。俺はアシュラ族の生き残りだ。アシュラ族？そうだ、アシュラ族は昔天界で最も賢く力のある一族だった。だがその強さと同等の邪悪さを持つと釈迦に疎まれ天界から追放されたのだ。生き残った俺は誓った、いつか恨みを晴らしてやると。悟空、俺たちは共に釈迦に恨みを持つ仲間だ。仲間だと？そう、仲間さ。だから力を貸せ。俺の混沌の飛躍とお前の持つ混沌の力をもってすれば恐れるものなど何もない。混沌の力。そう、時は満ちた。今こそ我らの力を天界の愚か者どもに叩きつけ、釈迦を倒し我らが世界の王となるのだ。さあ共に行こうぞ、悟空。悟空。わかったぜ。坊さん、もう旅はやめだ。ここまでにしようぜ。悟空、お前何を。坊さんの友もそろそろ飽きたんでね。おお、わかったか、悟空。よしよし、これで計画は達成した。それ、うん、どうなにを。兄貴、こっちは任せろ。サルベ、貴様測ったのか。てめえみたいなおバカ野郎の仲間に俺がなるとでも思ってんの。俺は坊さんと約束したんだ。悟空、俺が天竺まで坊さんを連れていくってな。釈迦とはそこで俺が勝負すんだ。お前の手なんか借りるか。なら仕方あるまい、魔王どもよ。
の。よいしょ。師匠。お師匠。あなたたちは？俺たちは八海と三五条。悟空兄貴の弟分でさ。悟空も？悟空は無事なのですか？兄貴のことなら心配いりませんって。ともかく細かいことは後でね。いやー、てめえコンロ。兄貴はどうした？悟空などもう当てにはできぬぞ。貴様らはここに死ね。猫をかぶってやがったな。お前たちはよく働いてくれたよ、俺の情報収集のためにな。くそ、騙してやがったのか。け、今頃気づいても遅い。死ね。私はクモなんて落ちろ。悟空、八海、五条、寝てる場合じゃないぞ。魔王どもよ、まとめて切り刻んでしまえ。だが猿だけは生かしておくのだ。混沌の飛躍につけて下僕にしてやる。この光は何をもたもたしている。こんな奴らさっさと突き殺せ。バラバラに切り裂いて叩き潰してしまえ。悟空、魔物の死体を、死体の宝石を置きなさい。何？
これはダメだ。こっからじゃ降りらんねえ。どっかに他の道を探さねえと師匠が。バカめ。貴様らの逃げ場などどこにもないわ。俺の計画の邪魔をして無事で済むと思ったか。ここに僕、俺の申し出を断ったこと、たっぷりと後悔させてやろう。敵、こんなやつ手に負えねえよ。なに、俺に任せとけ。悟空、へっ、いざとなったらとっておきの術がある。とっておき。いいか、俺があいつを引きつけておくから、その隙にお前ら二人で坊さんを山から下ろせ。お頼んだぜ。じゃあな。悟空、無茶をしてはいけませんよ。八海、五条、急げよ。ゲット！無茶するな、か。ほら、この悟空様が相手だ。待て、悟空！うめえ！もっと申し上げらんで。さあ、師匠、今のうちに。悟空。山までぶっ壊しちまう気か。兄貴、大丈夫か。悟空、立ち上がる力もないのか。悟空、降参しますとでも言ってみろ。一思いに楽にしてやる。ふざけんな。てめえみたいに力さえあれば何でもできると思ってるやつに負けてたまるか。ほう。笑わせるな、悟空。お前も俺の同類ではないか。見ていたのだぞ、俺は。お前も力だけを求めていたではないか。確かにそうだったかもしれねえ。だけどな、それは今の俺じゃねえ。バカめ、今さら言いこぶってどうする。くたばれ。コンロン、お前の欲しがってた力くれてやる。混沌の力を使うことができるのか。よせ、お前も死ぬぞ。俺はエシザル、孫悟空だ。悟空、あなたは私たちのエシザルさんよ。これからもずっと
そうさ、アイリン、俺は…なんと急げ、師匠、八戒。この力、この力を釈迦に。八戒、五条、行きますよ。天竺はまだまだ遠いのです。はーい。よ、八戒。へい。これ、どうしました？進んでください。はい、はい。いけませんよ。こんなところで止まっているわけにはいかないのです。私たちは天竺まで行かなくてはならないのですから。師匠。これは木の実？なんだって？あれ、坊さん、やけにでっかくなっちゃったな。まるでお釈迦みたいだ。バカですね。高い夏空、乾いた道、ため息に似た風の中、僕らつなぐこの手の中に、ためらいを握ってたよ。 Like a butterfly, like a butterfly、 いつの日か、 Like a butterfly, like a butterfly、 殻を破り羽ばたきたい。触れることができそうで、本当の気持ち見つけたいのなら、強くならなくていい。 Like a shiny star, like a shiny star、 いつの日か、Like a shiny star, like a shiny star、 闇